災害のリスクは地域によって異なるため、その特性を理解した上で災害に備える必要があります。浦安市地区防災ビューは地域の特性や災害への備えについてまとめた資料です。本資料を活用し、災害が起きた際にどう行動するか家族などで考えてみましょう。元町地域については洪水浸水想定区域に指定されており、浸水のリスクが予想されます。元町地域の災害リスクについて一緒に見ていきましょう。基本的な避難の考え方としては、自宅の安全が確保できる場合や知人・親戚宅の安全が確保できる場合は在宅避難を実施しましょう。浦安市では洪水、高潮、内水の3種類のハザードマップがあります。江戸川洪水ハザードマップは、江戸川が波堤後、13時間で浦安市に到達します。元町地域については、広範囲で浸水する予測となっており、早めの避難が必要となります。小規模河川については、元町地域は、猫座根川、境川、堀江川の洪水による浸水が予想されます。江戸川洪水と同様で、中町、新町よりも浸水リスクが高いため、こちらも早めの避難を心がけましょう。内水氾濫については、市内各所で下水道雨水管から浸水が予測され、元町、中町、新町の順で被害が大きくなると予想されています。高潮浸水想定区域図は、発生頻度は1000年から5000年に一度であり、最悪のケースを想定したものとなっています。お住まいの地域の被害想定について確認し、本図を参考に高潮に備えましょう。ここまで浦安市の風水害におけるリスクについて確認してきましたが、市では風水害時にご自身の判断で退避する退避所を設けています。ただし開設は市が決定した後となりますので、開設する場合は市ホームページなどでお知らせします。災害発生後に生活の場として開設する指定避難所とは運営主体やルールが異なりますので、ご注意ください。避難行動判定フローとは、水害ハザードマップと合わせて確認することにより、お住まいの地域や災害リスク、ご自宅の条件等を考慮した上で、取るべき避難行動や適切な避難先を判断できるようにしたものになります。また市では災害時における避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するため、浦安市避難行動要支援者避難支援プランを作成しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。次にマイタイムラインについてご説明します。マイタイムラインとは、風水害時の発生に備えてご自身や家族の取るべき行動を時系列に整理した個人の防災計画のことです。避難開始までの行動、避難のタイミング、避難にかかる時間をあらかじめ考えておくことで、自らの命を守る指針となります。浦安市で想定される最大の地震としては浦安市直下地震となっており、
震度7を観測する予測となっています。なお本市における津波予測については最大で3メートルとなっています。しかし堤防が機能している場合は住宅地への浸水は極めて可能性が低いとなっています。指定避難所は災害によって自宅が倒壊するなど自宅での生活が困難な方が生活する場所です。また日頃からお互いの安否確認方法などを話し合っておくことが重要です。災害時には様々な情報が錯綜します。本市ではホームページや防災行政用無線などを通じて情報発信を行います。いざという時に備え万全の準備をしておきましょう。